サッカーオランダ代表はオランダサッカー協会によって編成されるオランダのサッカーのナショナルチーム。ホームスタジアムは3つある。FIFA フフランキングで1位になった経験を持つ8カ国の一つで世界でも屈指の競合国である。しかし FIFA フフワールドカップでは未だ優勝経験がない。ワールドカップでは 初出場の1934年大会と続く1938年大会で両方とも初戦の16強で敗退した。3回目の出場となった 1974FIFA フフワールドカップでは準優勝を果たし、リヌス・ミケルス監督の下ヨハンクライフを中心にトータルフットボールと呼ばれる戦術でサッカー界に革命を起こした。 1978FIFA ワールドカップでも、クライフを書きながら決勝まで駒を進めるも、地元アルゼンチンに敗れ準優勝となった。UEFA 欧州選手権1988では後に、AC ミラン黄金時代の中核を担うこととなる、オランダトリオを用したチームで臨み、準決勝で、西ドイツに2-1で、決勝で、ソ連に2-0で勝利し初優勝を果たした。 決勝戦でファンバステンが決めた難易度の高いボレーシュートは大きな印象を残した。1998FIFA ワールドカップではベルカンプ、パトリック・クライファート、クラレンス・セイドルフ、フランク・デブールラー攻守にスター選手を要して優勝候補の一角に挙げられていた。高い全評判に応える内容で勝ち上がり、準々決勝で アルゼンチンに2-1で勝利して、準決勝まで進むもブラジルに、PK 戦の末破れ、さらに3位決定戦で、初出場のクロアチアにも破れて4位に終わった。これ以降は、地元開催となった、ユーロ2000では準決勝で、イタリアに、PK 戦で破れ、ベスト4、2002FIFA ワールドカップは、予選敗退、ユーロ2004では準決勝で開催国ポルトガルに、 敗れて、ベスト四、二千六6 f i f a ワールドカップでは、ラウンドオブ十六でポルトガルに敗れベスト十六、ユーロ二千八では準々決勝で、ロシアに敗れベスト八に終わるなど、高い善評判に応えきれない成績で終わる大会が続いてきた。二千十0 f i f a ワールドカップでは準々決勝で九百七十四年大会を、最後に七試合で勝利がなかったブラジルに二の1で勝ち、 準決勝でもウルグアイに3-2で競り勝つなど、欧州予選から準決勝まで14試合全勝で32年ぶりの決勝進出を果たすも、決勝で同じく初優勝を狙うスペインに、延長戦までも釣れた末に0から1で敗れ、またしても準優勝という結果となった。UEFA ユーロ2012では、デンマーク、ドイツ、 ポルトガルと同じ市の組に入るが全敗を喫した。FIFA ワールドカップと UEFA 欧州選手権を合わせて本大会に出場すればグループステージは11連続で突破していたが UEFA 欧州選手権1980以来の敗退となった。2014FIFA ワールドカップではグループリーグ初戦で前回優勝国で決勝にて 敗れたスペインを5-1で破り、3連勝でグループリーグを首位で通過した。ラウンドオブ16でメキシコに勝利し、準々決勝ではコスタリカに対して延長引き分け PK 戦の末、に大会連続でベスト4に進出した。しかし、準決勝のアルゼンチン戦では延長引き分けの PK 戦の末、決勝進出を逃した。位決定戦ではブラジルに勝利し、 大会無敗で3位となった。欧州予選は9勝1分0敗で突破しており、地区予選から無敗での3位は 1978FIFA フフワールドカップのブラジル以来にチーム目となった。2014年9月、UEFA ユーロ2016の予選からフース、ヒディンクが監督として指揮を取ったが、成績不振で2015年6月契約が解除となった。 同年7月より、ダニー・ブリントが監督に就任したが、予選グループ A4 位で1984年、大会以来8大会ぶりに、予選敗退となった。2018FIFA ワールドカップは、ヨーロッパ予選グループ A で、フランス、スウェーデン、ブルガリアなどと、本大会出場を争ったが2017年3月25日、敵地で、ブルガリアに0 2で敗れると、 ブリント監督は解任された。その後は、ディック・アドフォカート監督が UEFA ユーロ2004以来に再就任するの、グループ A3 位で4大会ぶりに予選敗退となった。かつてのネーデルラントの旗、オレンジ色が使用されている。旧国旗の色とオランダ王家にちなんで、ユニフォームの色をオレンジとしており、世界的にオレンジ軍団という愛称で知られている。 また1974年の W 杯では、正確無比なトータルフットボールを展開したことから、時計仕掛けのオレンジというあだ名で呼ばれたことがある。オレンジという国旗にない色を、チームカラーとする世界でも稀なナショナルチームであり、他の例としては、日本やイタリアの青、ドイツの白がある。なおロゴに描かれた、王冠をかぶった、ライオンも、オランダ王家の紋章が由来である。 2019年6月10日 UEFA、ネーションズリーグ2018から19、決勝ポルトガル戦最多出場者のベスレースナイベル2021年11月17日現在、水色は、現役代表選手最多得点者のロビン・ファン・ペルシ2021年11月17日現在、水色は、 現役代表選手 1978FIFA フフワールドカップ決勝でアルゼンチンに延長戦の末に敗れて以後ワールドカップにおいて6月25日に開催された試合で3敗1分と一度も勝利しておらず特に 2006FIFA フフワールドカップのポルトガル戦はイエローカード16枚レッドカード4枚が飛び交う大荒れの試合となったなお 2010FIFA ワールドカップではこの日の前日となる6月24日にグループリーグでカメルーンと対戦し2から1で勝利している。ワールドカップや欧州選手権でオランダは優勝候補と目されるチームや直近の大会で好成績を収めたチームとグループリーグで同組となることがたびたびあり、1990FIFA ワールドカップ、2006FIFA ワールドカップ、 2014、FIFA ワールドカップで死の組に入りながら、グループリーグを突破、ユーロ2000では、フランス、チェコ、デンマークと同組となったことをはじめに、ユーロ。2008では 2006FIFA ワールドカップ、決勝進出国と同組に、ユーロ2012では、ドイツ、ポルトガル、デンマークと、大会前の最新 FIFA ランクトップ10位内のチームと、同組になった。 このような市の組でオランダは好成績を収めることが多く、ユーロでは2000年大会と2008年大会で、いずれも参戦全勝で、グループリーグを突破し、特に2008年大会は、ワールドカップ優勝のイタリアに3-0、準優勝のフランスに4-1で圧勝して、大会を席巻した。しかし、2012年大会は逆に参戦全敗で、 グループリーグ敗退となっている。ありがとうございます。